私とマサキは2週間に一度のペースで会っている。最近ではホテルというよりもマサキのアパートで過ごす時間が圧倒的に多い。私とマサキが会っている理由は2つある。マサキが私にニューサトランの商品の購入を進めることとセックスをすることだ。マサキは必ずと言っていいほどニューサトランの商品を 私に進めてくる。私とマセキが出会って、一ヶ月が経とうとしている頃から。進めるというよりは、泣きつくような感じに近い。頼む、この商品、購入してくれるだけでいい。お金は、俺が先に振り込むからさ。今週中に、契約書、書いてほしいんだ。あまりの必死さに、私は断りきれなくなる。 そんなに大きな金額でもない。購入しようと思えば購入することはできる。ただ私が一つ購入したところで、どうにかなる問題でもないと私は思った。まさきが言うに一ヶ月に一つ契約書がないと、最低保証金ももらえないし仕事もできなくなるという。お前しかいないんだ頼める相手なんて。ね、俺。 ちゃんとアフターするし、頼むよ、さやか。私は、まさきが、かわいそうに思え。購入してしまった。まさきは、喜んで、すぐに、購入契約書を出してきた。小型、EMS 美顔器である。ジェルが2本ついて、2万する。別に2万も出さなくても、今の時代、電気屋に、1万以下で売っている。まさきは、私に、 抱きついて喜んでいる。まさきはとてもわかりやすい性格だ。嬉しいことがあるととてもテンション高くなり優しい態度になる。そして夜は決まってセックスをする。今夜のセックスは私が美顔器を購入したお礼のセックスである。まさきは私に対して100%恋愛感情はない。それははっきり私に告げた。 先週、まさきの部屋でセックスをした時だった。まさきは相変わらずサプリやボディージェルを勧めてくる。ジェルとか使えばさ、さやかもっと綺麗になるよ。絶対。私はまさきの言葉を聞いて思わず。もっと痩せて綺麗になったら私と付き合ってくれるのまさきは私に腕枕をしながら私の顔を見て答えた。 まさか、俺のこと、本気で好きになった俺とお前は、ただのセフレじゃん。俺、お前のこと、嫌いじゃないけど、付き合うとか、絶対無理だから。離婚したとしてもさ、お前、十歳も年上じゃん。そんな女と付き合ったら、親不幸もいいところじゃん。少し、鼻で笑うように、まさきは、真面目に答えた。私は、言葉を返せない。 胸の奥が締め付けられるような切なく苦しい気持ちだ。それなのになぜ私はこんな男から美顔器を購入したのだろう。それはきっと購入することでマサキとの関係をつなぎ止めることができるからだ。十歳も年上の女と付き合ったら親不幸とまで言われて、ただのセフレと言われても、私はマサキとの関係を自分から切ることは、 できない。セックスをしている相手に対して、付き合う気もない絶対無理と平気な顔で言う男。相手がどんな気持ちになるかも想像できない最低な男。それでも私はまさきに恋愛感情を抱いている。まさきの自身過剰なセックスに私は感じている。まさきはアパートの部屋でセックスをするときに、 私に声を出すなという。たまらなくなり声が漏れるとマサキは私の口を押さえる。隣の部屋に女子大学生が住んでいるからだという。そんな理由で私は声を殺して時に口を押さえられて。マサキとセックスをしている。マサキは私の存在を消したいのだろう。マサキから部屋においで部屋で過ごそうと言ってきたのに。 部屋でするセックスは、とても苦しくて切ない。なぜだろう。こんなに辛いのに、まさきを嫌いになれない自分自身が辛い。頭でわかっていても心は正直だ。私とのセックスは報酬でしかない。そんなセックスでも体は感じる。セフレなんて楽しめるものではなく優しいものでもない。商品を購入したり、 友達にセールスして、まさきに少しでも協力することで。まさきは、私とセックスをする。抱きしめて、セックスしてやれば、嬉しいでしょ。言葉にしなくても、ちゃんと、伝わる。冷たい感情ほど、知りたくない感情ほど、伝わる。私が商品を購入することで、まさきは、私と繋がっている。私は、惨めな女だ。 自分を愛してくれない男を愛しているのだから。自分には大事な夫がいる。それなのに私はまさきのことが好きでたまらない。でもやっぱり限界は来る。私だってそんなにお金が自由に使えるわけではない。商品だってすべてを購入できるわけじゃない。たとえ購入したとしても私のものにはまさきはならない。 私とマサキの関係が1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月過ぎるほど、私とマサキの関係に終わりが見えてきた。それは金の切れ目が縁の切れ目。きっとマサキは本気になった私のことが邪魔に感じてきたのだろう。マサキと出会ってすでに3ヶ月が過ぎて、2月下旬、マサキは私をラインで誘ってきた。 久しぶりに茨城周辺をドライブしておしゃれなホテルに行こうというのだ。珍しい、まさきの部屋ではなくホテルに誘うなんて。それもおしゃれなホテル。私はまさきの車に乗り筑波山周辺をドライブして食事。普段は割り勘が一般的な二人の関係。私がお金を出そうとするとまさきは。いいよ、今日は。 俺がごちしてあげる。これから行くホテルめっちゃくちゃおしゃれお前を連れてってあげたくて。なんだか今日のまさきはやけに優しい。それは商品が売れたわけではない。どことなくそわそわしているまさき。まさきが車を止めたラブホテルは、つくばさん近くのおしゃれなバリ風のラブホテル。ホテル代金まで。 マサキが出してくれるなんて。本当に珍しい。部屋に入るとアジアンテイストでとてもおしゃれだった。珍しいね。どうしたのおしゃれなホテルを選ぶなんて。しかも食事もおごってくれて。なんかいいことあったのマサキは私をベッドに座らせると服を脱がし始めた。別にいいことなんてないよ。ただ最近。 俺の部屋ばっかで声出せなかったじゃん。ここならたくさん声出して大丈夫だからさ。まさきは私をベッドに押し倒し、ブラジャーを外し、ショーツに手を入れ始めた。やっぱりいつもと違う。ねえちょっとシャワー浴びないのいつもお風呂にさきはいるじゃん。変だよ、なんか今日。いいよ、お風呂なんて後で。まさきも 服を脱ぎ、私たちは、セックスの行為に及んだ。私たちは、セックスが終えると。必ず、まさきは、私を抱きしめ、腕枕をしながら。会話をする。この日も、まさきは、私を抱きしめながら。俺さ、今の仕事、辞めることにした。全然、金にならないし、やっぱり限界だよね。来週から、運送会社のドライバーを、 やることが決まった。私は、まさきの言葉に少し驚いた様子で、まさきの顔を見ながら答えた。え、そうなのでも、その方がいいと思う。まさきくん、車の運転とてもうまいし、きっと、ドライバー、合っていると思う。まさきは、私の髪を撫でながら、笑顔を見せた。ありがとう。でも、もう、 お前にアフターフォローとかできなくなるから。それとさ、俺、彼女できたんだよね。年下の彼女で大事にしてあげたいからさ。お前との関係も今日で終わり、ね。まさきは私の髪を撫でながら、私を見つめて言葉を告げた。やっぱりだ。まさきがやたら今日は優しい。デートコースを考え、食事をおごってくれて、 そして、いつもなら安いホテルか、金のかからないアパートなのに、今日に限って、普段しないようなことするから、悟ることができる。私の髪を撫でながら、軽くごめんねと、まさきは言う。私は大人だから、仲ないように、済ました顔で答えるしかない。うん、しょうがないよね、わかった。まさきは、ネックだった問題が解決したように、 バラエティの DVD を見ようと明るい声を私にかけてきた。まるで最後の日を楽しむように。私は DVD を見ているマサキに声をかけた。そういえば私生理来ていない。一ヶ月だけど。マサキはタバコに火をつけながら軽い口調で答えた。えマジで調べたいや、怖くて調べてない。バカじゃねえの。 調べろよ、そんなの俺、責任取れないからね。っていうか、できてたら、旦那の子供として、育てればいいじゃん。軽く鼻で、笑うまさきに、私は、イライラした。抑えられない感情が、爆発しそうだった。別に、責任取ってなんて言わないわよ。でも、責任取れないようなことしたの、あなただよね。私とエッチするときに、つけてくれなかったじゃない。 それなのに、なんで、そんな他人事なの若い彼女をできたとかさ、大事にしたいとかさ、なんなのこんな言葉、言うつもりはなかった。でも、抑えていた、私の感情の糸が、切れてしまった。まさきは、逆切れをするように、言い返してきた。なんだよ、せっかく、楽しい思い出にしてやろうと。金使って、ここまで、泊まりに来ているのに。 めっちゃくちゃ気分悪いもう帰ろうぜ。タバコを灰皿に捨てた。深夜0時。私は不安でたまらなかった。正義が来ないことにどうすれば良いかわからなかった。そしてまさきにさよならを言われたことで、私は感情を抑えることができなくなっていた。私はまさきに背を向けて涙を流していた。まさきは 泣いている私に気づいている。泣くなよ。泣いてないし。いや、泣いているじゃん。ごめん、俺、言い過ぎた。まさきはベッドで背を向けて座っている私を優しく振り向かせてキスをした。私こそごめん。なんか感情的になりすぎて。ちゃんと調べた方がいいよ。怖いかもしれないけど。できる限りのことは俺もするからさ。 そして、まさきは私を再び、ベッドの中で抱きしめた。